赤城村は、群馬県中部の瀬田郡に属していた村である。2006年2月20日、旧渋川市、北群馬郡伊香保町、小野上村、小持村、瀬田郡北立花村と合併して新たに渋川市となった。合併後の村域は、赤城町となっている。1956年9月1日、瀬田郡、横野村と、季島村が合併して発足。 渋川広域市町村県の北東部に位置する上越線、関越自動車道沿線の村で、18の大技と22の行政区からなる。村名は、赤木山に由来。旧北瀬田郡黒穂村、赤木根村、旧南瀬田郡黒穂根村など、瀬田郡には赤木山の名に由来する村が多数あった。赤木山の再六に位置し、 西に隣接する小持村との境にトネ川が流れている。トネ川から取水する群馬用水赤木幹線と、作発電所導水路が村の中部に通じている。村の北部の旧四季島村域を沼尾川が流れ、村の南部の旧横の村域を天竜川が流れる。村の最高点は赤木山の外林山の鈴が、竹1564メートル、最低点は、 利根川と天竜川の合流点170メートルである。利根川沿いの貸し段級が地形上の大きな特徴であり、隣接する昭和村と沼田市にも同様の特徴がある。また、昭和村及び沼田市と接するあや郷橋は古くから交通の難所となっている。赤木村の人口は昭和後期の山原田団地造成によって増加した時期を除いて、 減少傾向にあった。1960年の国勢調査人口は、約1万4000人で、瀬田軍10町村中、城南村に次いで2番目に多かった。発足時の人口は1万6000人を数えた。2000年の国勢調査人口は、約1万2000人で、瀬田軍9町村中、富士見村、大御町、新里村に次いで4番目に多かった。瀬田では、 富士見村、大郷町、新里村、赤木村、春川村、北立花村の六町村が一万人を超えていた。戦死時代の遺跡として、滝沢遺跡、三原殿遺跡、孫遺跡などがある。演劇式に記される、廃止末期は、古代の赤木村域を含む赤城山祭六一帯に、あったと推定される。津久田座見参りの役主道境内の石道に、 上州林省筑田村とあり、中世の赤木村域は、廃市省に属したことが、明らかになっている。室町時代の赤木村域は、上野守護上杉市の所領で、上杉市の所領目録に、林省のうち、南雲号半分とあり、沼岡和流域の南雲号は、廃市省に属したことが知られる。近世の赤木村は、大御飯牧の資料に属した、筑田村を除いて、 前橋藩平岩資料となる。近世中期以後は、幕府領、前橋藩領、淀藩領、旗本、保ぼ七業旗本、大久保七業などに細分された。明治期に、前橋藩は前橋県となり、前橋県は岩花県などと合併して、群馬県となる。群馬県は、入間県と合併して、熊谷県となるが、熊谷県の廃止により再び、 群馬県の管轄となる。町村制志向により、餅、柏木、みぞろぎ、かつぼさは、北上の、上三原田、三原田、三立、滝沢、村、宮田の十家村が合併して横の村が発足。津久田、猫、長与川田、深山、棚下の五家村が合併して、四季島村が発足。昭和中期、横の村と敷島村が合併して、 赤木村が発足。赤木村は、平成の合併による、渋川市発足まで、約49年間存続した。歴代村長、小暮最地、在任中に死去、長井牛之助下,下田発州、太市三みとみ春を、在任中に死去、斉藤光雄長井良一渋川市の発足後、市長選出まで市長職務執行者を務める。赤木村には十八の大技があり、旧村別では、 旧横の村域に十二大事、旧色島村域に六大技ある。赤城村には二十二の行政区があり、旧村別では、旧横の村域に十二区域、旧色島村域に十区域ある。旧色島村の行政区は、五つの大技を十区域に分割した番号制の区名であった。赤城村発足後の四季島地区の行政区は、旧来通りの第一区から第十区とした。 横の地区では行政区名を大座から番号に改め、第11区から第21区とした。1976年4月1日、大座・三原殿のうち、三原殿住宅団地に属する区域が分離して、第22区として新設した。昭和中期の赤木村発足時、中学校2校、小学校5校があった。赤木村発足後に、 三原田小学校栄文校が開校し、三原殿、刀川、月下田、南雲の4幼稚園が開園。平成期に棚下小学校が閉校となる。赤木村平村直前に中学校2校、小学校5校、幼稚園4園があった。国指定県指定村指定。ありがとうございます。